なんかバッテリー弱えな。充電したのに。ちょっと雲があるな。はい、ザオコでーす。おはようございます。どうしよっかな。とりあえずプロペラに行くか。はい、おはようございます。朝一発目いきなり不安になりましたね。バッテリーがねちょっと寿命に近いのかなっていうのもあって、充電したんですけれどもね、今日は大丈夫だろうと思って朝セルを回したらですね、なんかかかりがいまいちいまいちというか、え、やばいじゃんっていうぐらい充電したはずっていうか、もうすぐに2万充電になっちゃったからなぁ、本当にね。え、マジ、なんか不安な出だしです。今日は娘がレベル250、久しぶりに通勤で使うということで、彼女は乗ってなかった割にはいいね。さっとエンジンかかって、こっちは全然最初からバッテリー問題がなんかしっくりこないね。いつもの自販機で水を買ってですね、それから、農道か海の方へ流していこうかなと、そんな感じですね。エンジン切ると怖いな。頼むよ。白の贅沢ミルクティー。はい、今朝の1本ティーオン。とりあえずかかった。海はないでますね。なんか船が入ってる。なんだ、砂が違うのか。なんだろう。撮影は三瀬サブロク 1X、 充電なし、バッテリーで撮影。釣り客がいっぱいだ。止まれない。止まれないね。ちょっと、撮影、オートバイ止めるのはちょっと、遠慮しとくか。ここでこんなに、車を、路中を見るのは久しぶり。夜勤明け感じにしました。ただいまの気温23度ですね。時刻は8時50分ぐらい。服装どうしようかなと思ったんですけど、午前中、11時ぐらいには戻ってこようと思ってるんで、革ジャンにして、下はね、メッシュパンツ。こんな感じの服装ですね。農道行こうね。農道行ってグリーンロード走って海を回って帰ってくるかな。もう次、今週来週ぐらいかな。なんとなく梅雨入りしそうですね。今日は梅雨入り前のラストライドになっちゃうかもしれませんね。何このバイク。 VT250F インテグラ。すっげえ違うかな。懐かしいね。現存してるんだ。いいもの見せてもらったわ。おお、 VT250F インテグラじゃなかったかな。すごいね。あんな音があったんだ。まだ素晴らしい。85年
4年わかんない多分その辺りだね。はい、グリーンロード広域濃度グリーンロードよかった、ありがとうさん。では流しますよ。あっという間終わってますね。あっという間に終わっちゃいました。あ、そうだ。もう一本のこっちのね、農道行こうと思ったんですけど、アジサイ見に行こう、サンガネの。アジサイを見に行こう、アジサイで。うちのアジサイがね、庭のアジサイがとてもいい感じになってきたので、サンガネももういいんじゃないかなということで、サンガネさんスカイラインのね、まあ料金所の手前と裏側のこの間ね紹介したルートを通ってアジサイを見てみましょうかね。泊まれる場所がほとんどないんですけれども、できれば写真を撮ってみたいなと思います。では宮田サークルでじゃない、今ファミリーマンか。
笑>